い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。ネット編みのバレッタの2回目になります。今回で完成になります。今こちら試作の方、黒いので作っています。黒なのでちょっと見にくいんですけど、仕上がりはこのような感じになります。裏にこの金具を留め付けています。このように仕上げていきたいと思います。そうしましたら、前回ネット編みでこのように同じ大きさのものをラメ入りとラメなしで2つ作っています。バレッタの土台の方はこちらの大きい方を使っていきます。はい、そしたらこの中心の留める部分を編んでいこうと思います。上側にラメが来るので留める部分もラメ糸の方がいいかもしれません。で、後で閉じつける糸がいるので、端糸を30センチぐらい残しておいて作っていきます。はい、そしたら前回と同様で、かぎ針はレース針の2番ですね、ナンバー2を使っていきます。そしたら端糸を30センチほど残したら作り目の準備の目、はい、今回は締めていきます。で、この幅ですけど一応4目ほどしておりますので、鎖編み4目して長編みで編んでいます。3目立ち上がりかけて長編みを編んでいきます。幅が広い方がいい方はこの目を5目でも6目でも変えたらいいです。で、これ編んでいって後でキュッと引っ張りますので少し狭くなります。はい、そしたら今4目ほど編みました。はい、3目立ち上がって安定します。そしたら長編みをあと3目編んでいきます。はい、これで2段目が編めました。そしたらこの繰り返しでまた3目立ち上がって、全部で10段ほど編んでいきます。10段はこちらの下の部分からぐるっと巻いて、こちら下側になるとこう重ねていますので、まあだいたいその長さになるように編んでいきますが、まあ、巻きながら加減されてもいいです。これで10段ほど編んでいきます。はい、10段ほど編みました。そしたら今これが7センチぐらいあります。まあだいたいこのぐらいでいいです。はい、そしたらこちらも40センチぐらいですかね、残してこの糸で閉じつけていくので、まあ、50センチぐらいあってもいいです。適当に残してこちら止めます。はい、そして編み始めの方が30センチぐらい残っています。これで閉じていきます。まず編み始めた方の糸端をとじ針に通します。はい、まず編み始めの方の糸端、残しておいた方をとじ針に通します。はい、はい、そしたら
目がある方を上にしたいので上に持ってきます。こちらのネット編みの方向はお好みですけど、揃えてもいいし揃えなくても仕上がりがこんな感じになりますので、そんなに気にはならないと思います。まあ、揃えるんだったらお好みの方向に揃えてください。そしたらこちらのラメなしの方を下側にして、このようにクシュッとして下に下げたいので、この下側だけはねじります。このようにしてねじります。でねじってこのように下がるような感じにしていこうと思います。はい、そして上側をクチュクチュっとそのままちょっと束ねる感じでこの上に乗せます。こんな感じになっています。で中心がずれないように気をつけましょう。はい、そしたらこちらの糸を通したところで、まずこれの逆さにして閉じていこうと思います。こちら今編んだものですが、このように当てがって、やりにくいので一つずつやります。ねじりました。ねじるのが好みでない方はクシュクシュっとされたらいいと思うんですけど、私はねじってこの下がり分を出したいと思います。でこちらまずこのここで最初のところを通しておきましょう。でこれから始めたらやりやすいかな。でこちらのところと何針か止めます。ここ見えなくなりますので、あんまり細かくするよりはしっかりすくう方ことを考えた方がいいです。このように片側ちょっと止まりました。はい、そしたらこれでこの上に乗せましょう。でこの端をまず軽く閉じて、はい、このようにこちらを足しました。そしてこちらをクシュクシュっとしたら少しやりやすくなりますね。このようにしましょう。そしてこちらの、まあ、閉じつけたい方のをこちらに状態にします。下にこれ渡っています。でこれでこの下の今この巻いているところとぐさぐさっと刺して閉じていきます。ここは反対側見えなくなるのであまり気にしなくていいです。ぐさぐさっと閉じていきます。ここは中心が寄せれるように閉じていきます。はい、でクシュクシュッとなりました。そしたらこちらのこちらをこのようにギュッと巻きます。
しっかり引いてぐるっと巻きます。でこの時にだいたいバランスをとっておきます。この下側のラメなしの方が上のラメありのこの端が中心ぐらいに来るように止めていきます。はい、そしたらこちらを止めます。巻いたところを止めていきます。はい、何回か行って糸が余っていたら ぐるぐるっと行ったり来たりしてしっかり留めておきます。はい、これで糸を切って止まりましたので今このようになっています。上側がこんな感じ、下はこのようになっています。はい、そしたらこれを土台に閉じつけていきます。はい、もう一方の残しておいた糸に糸を針に通します。はい、そしたら右利きの方はこの開き口が左に来る方が留めやすいと思いますが、まあどちらでも大丈夫です。お好みで向きを変えたらいいです。はい、そしたらこちらを留めていきます。このように上下気をつけてこちらにあてがいます。はい、そしたらこの糸でかがっていきます。もうだいたい中心になるようにして向こうに渡って、今これで4周ほど回りました。まあ、お好みで、まあ、ぐるぐる巻きたかったらもっと巻いてもいいですし、まあ、私はこのぐらいにしておこうと思います。はい、そしたら解けないようにしっかり留めておきます。玉止めしてまた中にくぐらせます。よいしょ。はい、これで中心が止まりました。そしたら次にこの両端を止めていきます。このままこの糸を使っていきます。まず玉止めします。
はい、そしたら、このラメが入ったところは表側、この真ん中辺に後ろ側のこの下になる方を持っていきます。でこの辺りに閉じつけていきます。で左右が対称になるように加減します。これぐらいかな、はい、でこの辺りに留めていきます。でこの中に手を入れて止めていきます。そしたらまずこちらに通して、玉留めの間糸を割って、はい、スタートを固定します。はい、そしたらこの位置に止めていきます。ネット編みなのでこのすくうところが結構アバウトになりますけど、あまり細かいことは気にしないですくえるところをすくったらいいです。今2回ずつすくって、もう一回こちら2回すくおうと思います。これで糸をくぐらせたら、玉留めして一応中に入れておきます。ここがかぶってしまいました。こういう時は私はちょっとこうやって中に入れてしまいます。入りました。はい、このようにして止まりましたので糸を切ります。はい、反対側もこのようにして止めていきます。玉留めをしてこちらにこの端のところとここ中心あたりが感じがいいと思うので、このあたりに留めていきます。そしたら通して玉留めのところ糸を割って玉留めを固定します。そしたらこれを留めていきます。これで止まりました。
そしたらこれで止まりましたので出来上がりとなります。はい、これで完成しました。黒とベージュ2つできたことになります。はい、そしたら今回はこれで仕上がりましたのでここまでになります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む先編みでした。次回またお会いしましょう。